にかなり大きな影響をこう及ぼしているのではないかと。と言いますのは、建築というのはどうしても設計家がイメージを出して、それを職人さんたちが材料を加工して作っていくわけですけれども、その材料の本質的なものの見抜き方、そして職人たちの気質、職人たちの技術、そういうものについて、その非常にその子どもの頃からこう親しんできたと。でかなりその心の影響があったんだろうと。そして建築家というような職業を選ぶまでには相当時間がかかるんですけれども、できれば一番最初は大工さんであるとか。